ミステリーステリー。どうもジャニーズ事務所の記者会見でヤジを飛ばしてた謎の人物は実は産経新聞の記者だっていうことが発覚したみたいだよ。え？あれ、なんか仕込みとかそんなようなこと言われてたけど、え？産経新聞の記者だったの？え、どういうこと？デイリー新潮がね、書いてるんだけど、鈴木エイト氏の発言で広まった桜疑惑説。ジャニーズ事務所に所属する世間の愚痴って溜まってったじゃん。でね、ついに、その会見で NG リストの人が質問しようとしたら、司会者早くしろよ、もっとちゃんと回せよってヤジを飛ばしてた。そういうのを、ジャニーズ事務所が、用意したんじゃないかっていう陰謀論がね、駆け巡ったじゃん。まあ確かに、なんかもう陰謀論っていうかどっちかって言ったら陰謀論だと思う。なんてね。そこら辺にゴミって落ちてる。でも陰謀なんかもうお風呂場とかカーペットにいっぱい落ちてるでしょ。だからそのレベルの話だっていう。うまくないよ。じゃあその陰謀論、磯子望月も最前列の芸能記者たちはなぜかマスクを着用、それがあたかも目印のようだったって自身の X で書いて、でこれがね、もういろんな人からそれはあなたの感想でしょって人気にされちゃったんだけど、 NG リストが出だしたらこのね、磯子望月のツイートは信憑性をねちょっと帯びてきちゃって、ね、そうでしょ？え？私が言ったこと、何？陰謀論、陰謀論、叫んじゃないわよって調子こいちゃったんだよ。確かに。磯子望月は調子こいたのね。あれで。それで疑惑も、やじるけど挙手しない人物。鈴木エイト氏は、ジャニーズ事務所会見当日、私が抱いた最も大きな違和感は、客席、上手側の後ろの方に座っていた男性の存在とその言動だ。大柄なこの男性は質疑応答の際に手を挙げることなく、NG リストの記者が質問者指名選別に異論を唱えていた時、かぶせるように、吐けよ、司会者だ。司会がちゃんと回せよ、などと罵声を浴びせていた。私の直感だが、この男性はメディア関係者ではない。これ、自身の X に書き込んだこの内容がね、瞬く間に拡散して、ジャニーズが用意して NG リストのメンバーが一切喋れないようにしてたんじゃないかっていう疑惑が陰謀だったんだよ。いや、陰謀だったの。それでジャニーズ事務所会見の際、私が座っていたのは黄色の位置、手も挙げずロゴを走っていた不審な男性がいたのは赤で囲ったあたり。罵声を浴びせた後にニヤニヤしていたのが記者っぽくないなと思った理由の一つ。で、磯子望月に頻繁に、あれってね、あれってことみたいだよ。うりゃ、うりゃってこと？で、まあ、その座席表の画像もアップして、謎の男性が、まあ、いたところで、紀藤弁護士が X で、いわゆる荒れる株主総会にしばしば見かける会社側の桜で記者ではない可能性がありますと応答して、また中日スポーツがそれを報道して、さらに加熱したと。あ、そういう理由で陰謀が陰謀ったってこと？で、各社がこの謎の、まあ、怒号男性をね、誰なんだって調べ出したのよ。で、コンサル会社の回し者とかと、ジャニーズに雇われてヤクザとかね、まあ、そういう、なんか流れにね、どんどん移ってってたんだけども、実際は違ったんだって。複数の、まあ、参加者に、デイリー新潮がね、インタビューして、そのスキンヘッドに
ひげ面でガタイのいい、その男性は、産経新聞の記者だっていうことが発覚したみたいで。なんか参加した人はね、なんかドスの効いた声でやじっていたので、ひときわ目立っていた。確かに、鈴木さんが指し示したあたりに座っていましたね、とか。怖かったですよ。ギャーギャー騒ぎ続ける、望月さんも迷惑でしたが。ヤクザまがいのところで恫喝する彼もどうかと思います。あ、今その人さ、産経新聞の社内でも話題になってんでしょ？産経新聞の人はお恥ずかしい限りですが、彼らがやりかねない右寄りな姿勢を隠せない記者で、日頃から言うことがどぎつい。望月さんが騒ぐのを黙っていられなかったんでしょうが、記者としてはあってはならない言動ですってね、答えてんだって。いや、産経新聞ってなんか、磯子望月と、ま、遺恨があるんでしょ？どんな遺恨？新潟で、磯子望月の武器輸出と日本企業、安倍政権の危険な狙いと題した講演を開いたんだけど、東京新聞社会部の、この講師を務める磯子望月がね、各社が加盟する新潟県の県政記者クラブに告知をしながら、産経新聞だけ取材を拒否して、学習会、おっしゃいさん、新潟平和運動センターから取材と写真撮影の許可を得たけど、学習会の開始直前になって、同センターの事務局長が、望月記者が話したいことを話せないので産経だけはダメだと取材を拒否して抗議したんだけど、産経新聞会場からね退去させられたんで、そっからチクチクチクってね。でもこれさ、よく今回のこの新潮の記事読んでると興味深いことを語ってるんで。興味深いこと、いろんな人に聞いたと思うんだ。その会場にいた人に、この男性誰ですかって。で、ピックアップしたコメントの、ギャーギャー騒ぎ続ける望月さんも迷惑でしたが、ヤクザまがいの土星で恫喝する彼もどうかと思いますって。磯子望月も騒ぎ続けてて迷惑だった。その人のコメントを記事にした。いや、まあ、両方うるさいよね。それで、その時の映像で、このスキンヘッドの人が、その、髭を生やした産経新聞の記者じゃないかな。なんか違う意味でひときわ目立ってると思う。違う。いや、汚いよね。だってなんか、ひときわ、この人だって一発で分かったよ。だって一社一問、まあ、謝罪会見で、一社一問っていう、規定を設けるのもどうかと思うけど、ニノッチが、その一社一問っていう、ルールを無視し続ける、なんか、磯子望月がさ、まあ、2回連続で、マイクなしで、キーキー騒いで質問しまくろうとしたら、最初に申し上げております。通り一社一問でお願いしますって。で、注意されてさ、磯子望月に対外で、なんで二人とも牢屋に入れなかったのかしら。だってジャニーズって腐るほど金持ってんじゃん。マポちゃんにいくらかさ、包めば、身に覚えのないさ、罪がいきなり発生してさ、ちょっとお話伺えないでしょうかって、なんか牢屋にぶち込むことできるじゃん。よくやってんじゃん。だからね、次回、なんかもし会見やるときが来たら、この二人はやっぱりぶち込んだ方がどうかしら。マポちゃんも喜んで、袖の下を受け取るでしょ。それで、その件ね、もしジャニーズがさ、お金払って、まあ、手を回したことが発覚しちゃったとするでしょ。この件に関しては、世間様は多分何も言わないと思う。下手したら、拍手喝采かもしれないよ。この件は本当に、身の分のない、ね、なんかよくわからない罪でも、とりあえず言えといて、ね、それを手回したでしょ。世間は怒らないと思うわよ。この2名に関してはね。だって自分だけが目立てばいいっていう、自分オンステージみたいな感覚で出てるでしょ。いや、実際、出演だと思ってる可能性高い。だから、磯子望月は特にね、どっかに繋いでいた方がいいと思う。
それでそのヤジを飛ばしてた記者ってこの人らしいよ。え、中村正和、見るからに漂うチンピラ感。うよ、産経はこいつに会見させてヤジ会見妨害行為の説明をさせる。じゃあちょっと検証してみようかしら。検証って？だってこの人に、ね、おい、これ何よ、え、何に怒ってんのお前というやつ。だって検証しなきゃダメでしょいや、もうお前ちゃん本当怒られるよ。え、検証、真実を追い求めること何が決まってん、分かってんじゃん。あ、もうピタンコカンカンじゃん本当怒られる。え、でもこれで検証完了。何が足りないんだよ、ひどいやろ今日。真実を追い求めた結果こういう風な声がしょうがないと思ってるのよ。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。